皆さんこんにちは、あやぱんです。本日の動画は丘珠空港から利尻空港までのフライトをご紹介します。最終の着陸態勢に入りましたが、利尻空港周辺雪のため滑走路の確認ができず着陸を取りやめ再び乗車いたしました。ただいま今後の天候の推移を地上に確認しております。状況が分かり次第ご案内させていただきます。依然として利尻空港周辺雪が降っておりますが、この飛行機は
利尻空港に向け降下を開始しております。引き続きシートベルトはしっかりとお締めください。この飛行機は最終の着陸態勢に入ります。シートベルトをもう一度お確かめください。心配をおかけいたしましたが、ただいま利尻空港に着陸いたしました。到着が遅くなりまして申し訳ございません。これより駐機場まで移動いたします。路面凍結のため地上走行中も急停止急旋回することがございます。皆様の安全のため飛行機が完全に停止しシートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。後ほど上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分お気をつけください。ただいまから全ての電子機器をお使いいただけます。お急ぎのところ恐れ入りますが携帯電話での通話はお控えください。お降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう上の棚やお座席周りをお確かめください。今日もワンワールドアライアンスメンバー北海道エアシステムをご利用くださいましてありがとうございました。寒さの厳しい日が続いております。皆様体調崩されませんようどうぞ暖かくしてお過ごしください。まもなく駐機場に到着いたします。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはお締めください。座席上の天井は低くなっております。お席をお立ちになる際には頭上にお気をつけください。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からお降りの際機内通路で密になる時間が最小限となるよう客室乗務員がご案内するまで座席の上の棚からお手荷物は取り出さず皆様お座席にお座りのままでお待ちください。お急ぎのところ恐れ入りますが皆様のご協力をお願いいたします。はい、無事に着陸しました。丘珠空港から利尻空港のフライトでした。今度は利尻空港から丘珠空港までのフライトを紹介できればいいなって思います。本日の動画はこれで終了です。また見てねー。